先日、共同通信が行った世論調査では、岸田内閣の支持率が28.3%まで落ち込み、この支持率により、岸田総理は年内の衆議院解散を見送る意向を固めたため、このまま支持率が上がらなければ解散を打たずに、来年秋の自民党総裁選挙を迎える可能性が出てきています。 内閣支持率は、ね、各社によって数字にばらつきはあるもののおおむね30%前後という結果が出てこれが2009年の麻生政権の最後の方以来ということなんですがやっぱり最初その防衛力強化のためにいろんな増税論議を進めてきてで最近のこの減税の打ち出し方やり方のちょっとモヤモヤっとした感じを聞いていればこうなるのは当たり前ですよねっていうのが印象なんですけどどうでしょうあのー 何をしたいのかがよくわからないっていうか何もしたいことがないんじゃないのっていうようなところがあるんでしょうねあの最初に安倍さんそれから菅さんっていうある意味でなんかこう個性の強いっていうかねそのかなりこう強圧的というかまあそれが評価するかしないかっていうのは人によって違うと思うんだけれどそういう政権が続いた後で岸田さんになってでこれはまあ,あの政治記者チックな言い方すれば。 これまでの,その高原路線からこう岸田さんというのは宏池会というどちらかというとリベラルというかね穏健なこう派閥のトップがその政権についてもうみんなほぼ忘れてるけれど新しい資本主義という言葉を言ったじゃないですか。つまり、 これまでかなり自由主義的な、まあ、本質的な意味での自由主義じゃなくて要するにこう庶民に非常に厳しいようなお金持ちが儲かればトリクルダウンしてみんな儲かるからみたいなことを言ってたんだけれどその新しい岸田さんのし新しい資本主義っていうのはこうなんとなくこう受け止めとしてはやっぱりこうそのこう富の再配分をするような政策になるんじゃないのかな っって思って思たんだけれどもだからそれなりにこうかなり高い数字で言ってたんだけれども、まあ、その後の、ね、いろんな不祥事もあったりとか、ね、今日も神田財務副大臣が辞めたみたいですけどそういうことがあ,るあったのもあるけれどでもその,その後見てるとなんかそういうこと全然してないよねっていう。 むしろ場当たり的になんかこうね支持率だけ見てその減税だって言い出してみたりとか西川さんが言ったみたいに防衛費に5年で43兆って,ってこんなことに使うんだったら他に使った方がいいじゃんって言ってってていうようよな思いがあってこの間まで増税って言ってたのに今度減税みたいな一体この人は何をやりたいのっていうようなところが。 こう見えないあたりが、まあ、岸田政権というものが今こうある種、迷走している支持率が下がっている、まあ、最近の、ね、ことでいうと物価高対策を掲げて9月ぐらいから還元、還元という言葉が出てきて10月からまあ所得税。 をどうにかしようっていう議論が出てきているわけですけれども、山瀬さん、ここまで振り返ってと、どんなイメージがあります。菊池からどうしたのっていう感じですね。<laughs> はい、最初の頃、すごい菊池から強調されていて、で、まあ、確かに、あのー、まあ、その。 えー、派閥じゃな派閥を抜きにしても、なんかこう、見た感じの印象から受けるものでも、若干こう、リベラルというか、落ち着いた、うん、あの、そんなに、まあ、あの、極端なこと言わないタイプの人なんだろうな。まあ、いい意味で薄味みたいな、イメージで入ってきて、で、しかも、まあ、聞く力、まあ、聞く力って言ったら、やっぱり庶民の声に、ね、耳を傾けるっていう意味での、まあ、アピールポイントなんだろうなって思っていたら、全然聞くどころか <laughs>、 なんかどんどんとにかく私の印象としてはあのお,お金をどんどん, <laughs> なんだろうな金遣いが荒いというか,なんかお金の使い方が下手<ー>で気がついたら、まあ、その円安だとか、えーとまあ、いろんな要因が部下だかとかもあるんだけれどもなんか本当にお金周りに対してなんかどうなってんだろうなっていうことをどんどん思うようになってきましたね。まあ、税金ががとにかくくどどんどん上がっていく、うん 印象があって、まあ、最終的に増税メガネっていう言葉も SNS から出るみたいな感じでんなんか本当新しい資本主義最初に掲げたものから程遠いところにいるなっていう。 気がししますビジョンどうしたのやっぱり私その国のトップってなった時にこう経済とかも国民の感情だからどっちかっていうとみんなでいい方向に行くように気持ちを誘発してほしいなっていうふうに思うんですけど今山内さんがおっしゃったように例えばじゃあ増税のことばっかり言われたから今度減税を考えるとかそういうかとか選挙の前にこれをやってるんじゃないかっていうのが 国民から透けて見えちゃうとちょっとどん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 信用がなくなっていっちゃってそれがその支持率っていう風に数字に如実に出るのかなとも思うんですよね。うん、あのー、これその政治家像とかそのこう総理大臣像みたいなものはおそらくそれぞれね政治的立場とかもいろいろあると思うんだけれども、うん、あるいはそういう見方もあると思うんだけど、うん、これは。 その政治的立場抜きにしてね今のこの日本の状況っていうのを考えてみるとかつての右肩上がりだった時代ではなく、はい、そのどん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 んこうまあ失われた何十年みたいなこと言われてシュリンクしている時代なわけですよね。はい、でしかもその経済成長もしない賃金も上がらないで借金ばっかりどんどんどん,どん積み重なっていって1,000兆円超える借金があっておそらく。 僕らの世代よりもさらに例えば西川さんの世代あるいはもっと下の世代は不安でしょうこの国が持続可能なんだろうかうそれから社会保障年金はこれからも大丈夫なのっていう,こう不安に苛まれていてしかもこれは日本だけじゃないけれども例えば気候変動の問題だったりとかがあって。 未来に対するこう確たるビジョンが見えないような状況になっていて、うん、その中で世界の中でも日本はたださらにシュリンクしているということになってくると本当は例えば5年後10年後20年後みたいなのを見据えてどういう国家をどういう社会を作っていくのかっていうきちんとしたビジョンをこう政治家が示すっていうのがやっぱり一番必要なところだと思うんだけれどもそれが。 これは安倍さんはある種独特の国家ビジョン像を示したんだけれどもでも結果として社会はどんどんシュリンクしていってそこから逃れられなかったで、まあ、菅さんはなんか例えばちょっとしたねふるさと納税とかねライトシェアみたいなことは言うんだけれどもうん、うん、でも国家全体社会像ってものが持続可能にするかどうかっていうのは少なくとも示さなかったでそういう意味で言うと岸田さんは本当はそういうのを示さなくちゃいけないのに 全く示せていないな、まあ、新しい資本主義というのはひょっとするとその一つだったのかもしれないけれども結果的には示せてない、うん、あの数日前に朝日新聞の、ね、編集委員で高橋淳子記者ってこれ僕もよくあの存じ上げてる辛辣な本当にその優秀な記者なんだけど彼女が、ね、書いて汗でコラムを書いたんだけれど。 その彼女が注目したのがねその10月30日の衆議院の予算委員会で立憲民主党の大阪政治議員がねこういう質問をしたらしいんですよ。2045年だから今からまあ20年ちょっとくらい後ですよね1 5 0 0年の節目にもなるんだけどどんな気持ちで迎えるために今の総理の仕事をしているのですかと岸田さんに聞いた。まあ、これある意味で まあ20年後、まあ、もしかしたら岸田さんとかこうその今の政治家の人たちは生きていないかもしれないけれどもそういう時代を目指してどんな国家像があるんですかっていうような質問だったと思うんだけれどその答えをその高橋淳子さんはこのコラムの中でかなり詳しく引いていてでそれをまあここで読むとなあの長くなっちゃうから読まないけどこの高橋さんがズバリと書いてるのは。 1500年という与えられたお題に対してこれほどどうでもいいことだけを並べられるのは一種の才能だというふうに辛辣に書いてるんですよ。つまりどうもやっぱり岸田さんとかまあ岸田さんに限らないけれどもこういうその先が見えない不透明で不安定な時代にこうそうじゃないこういう国家像を目指していきましょうよこれだったら持続可能なんじゃないでしょうかということを示すような政治家、為政者が今、日本にはいない。 っていうところが一番の問題なのかなっていう気は僕はするけれどもね、ま、やっぱりその昭和の激動の時代とかそういったところの思いからまだ ちょっとこれからってその来年のからの新 NISA ーーのこととかもそうですしもう個人で自分の未来を年金のこととかも含めて選んでいかなきゃいけない時代になってる中でかなり国に対しての不安っていうのは今の働き盛りの世代としてはあると思うんですよ。っていう中で青木さんおっしゃるようにこの時代にそれをやることがえそれが新しい資本主義なのとかみんなで。 こう平等にになるるるる未来は来るのとととか疑問思思っていころはたくさんあると思いますね例えばねそ,のそれだけが理由じゃないけれどもなんで少子化になってるかっていえばやっぱり子育てだったりとかにお金がかかったりとか、まあ、それは例えば、ね、男性のありようとかこう家族のありようっていうものでも根底にはあるんだけれどもでもやっぱり子育てにお金がかかりすぎる大変すぎるでもっと言えば将来に不安で今生まれてくる子どもたちが50年後100年後笑顔で幸せに暮らせてるのかっていうことを考えると 大丈夫なのっていう思いなんかもやっぱり子供も産まないとかっていうような大きな理由に一つになってるってことを考えれば、はい、やっぱりこう持続可能性みたいなものを問われているのに、うん、例えばだよ例えばオリンピックとかね万博とかね、うん、そ,のそれって60年代70年代の右肩上がりだった時代に昔よかったよねって言ってる 人たちがなんか懐かしん。てるだけじゃん。みたいなことをやって、なんかあたかも。それを起爆剤にして成長するんだ。いやいや、そうじゃないんじゃないの。っていうこう。声に僕は答えるような政治が一番必要なのに。 思ううんだけどもねうそうです、ね、今、ちょっとね、うん、経済のことについて主に話してきましたけれども例えばその中の人を見てもそうなんですが9月に発足した第2次岸田内閣再改造内閣、まあ、女性閣僚が2人から5人に増えてかなり女性閣僚が過去最多ですということで我々メディアもお伝えしましたけれども認証式後の記念写真では会談に並んだ大臣ら全員が男性だったと。で、まあ 今回、ね、いろんな要職についている方も男性が多かったりとかで結果的にちょっと辞任に追い込まれていたりとかこういったこともあるわけですよね。なんか私前に読んだ本でなんか多様性の科学だったかなそういうタイトルの本があったんですけども、はい、それで一番最初に載っていたのがとアメリカの同時多発テロの時 CIA ですかねがどうして察知できなかったのかっていうのをひもいていくとあの、まあ、優秀な人材を取るっていうことにあまりにも特化した結果、うん、白人男性あのワスプ系 えー、プロテスタント系の白人男性ばっかりとっていて、まあ、それ以外の人種の人とか、まあ、女性も含めて全然採用してなかった<ー>ものすごく極端な、まあ、今のねこのえっ、ー、とー えっ、ー、と、岸田政権の写真とかでよく見るようなスーツ姿の男性、うん、男性男性男性っていうのが、えー、20数年前のアメリカの、まあ、SCIA の状況だったと。そうしたらあの何が起こるかを察知しきれないじゃないかで。それでそこからもっともっと多様な宗教の人、人種の人、ジェンダーの人を入れなきゃいけないっていうことに、まあ、あの立証されたので、うん、改まっていったみたいなことが最初に書いてあったんですね。で、それまさに同じことが言えて、あのこれだけ、まあ、同じタイプの人しかいなかったら 同じ方向に突き進んでいって何にも見えてないじゃないか。あの、それ、彼らが見ているものはもう本当にすごい局地的な日本であって、それ以外の日本が全く見えてないっていう、これすごい危険な状態だから、ジェンダーバランスどうにかしようって言っても、こうやって2人から5人に増えました、みたいな、もうそこだけ、みたいな。でそれで内見たら 全員男性みたいなことがバカバカしいくらいあって、なんかいい加減、あの、これに向き合わないと、今みたいなそ、その、どんどんシュリングしていく社会、日本がどんどん貧しくなっている、子供が生まれなくなっているっていう、はい、明らかにもう滅びの段階に来ている日本が大きく変わるのは、なんかやっぱりそうやって、あの、今のこのメンツを、まあ、相得解とまではないけども、何とかしてバランス取っていって、 うん、これだけね民間企業がいろんな取り組みしている中で,でちょっと国としては先んじてそういう割合とかも考えていかないと未来に向かったね議論はできないんじゃないかなって思いますけれども例えば今後のちょっとね政権を見ていきますと今日のピックアップニュースでもやった通り今年から来年にかけて東京都内の市長選挙がいろいろ行われますし4月。 来年の4月にはまあ細田さんの死去に伴う島根の一区の補選ですとか、あと来年の夏には都知事選挙、来年の9月には自民党総裁選ということになるわけですけれども、この後の岸田政権に関してどう見てますでしょうか、青木さんどうでしょうか,僕ですか。<laughs> どうなんだろうね、僕は政治記者じゃないので、そういう積極的なところは、あんまりこうつぶさに取材をしているわけじゃないんですけれども、ただ、当面、岸田政権っていうものをこう展望すればね、 まあこう主要なメディアが年内の解散見送りって書いたようにもう,こう解散はできないだろうっていうようなことが言われていてまあ分かんないですよ突発的に解散するのかもしれないけれどもでしかもこう当面、政権支持率みたいなものが好転するような材料がないっていう中で言えばどうなんだろうね来年9月の総裁選挙でもしかすると岸田さんは出れなかったりとか破れるんじゃないかなっていうことも現実味を帯びてくるだろうなという気はするんですけれども、はい。 確かにそれは積極的な話としては積極的な話としてそういう話はまあ一つニュースとして流れてるんだけれどでも僕やっぱりそれを超えたようなねじゃあ次な誰がなるのかっていう問題も含めてなんだけれどせっかくこういうことを話すんだったら今山内さんがおっしゃったようなこうジェンダーの問題もね、うん 重要だと思うう多様性の問題もそうですよね例えばこの間埼玉であの虐待禁止条例の改定案っていうものが出されてまあほんと誰が考えたってんそんなことしたら子ども育てられないよねていってか親いじめじゃんみたいな条例が通ったのもある意味でそのこう埼玉県議会の自民党が。 おっっっっさんばっかりだったっていううことも一つあるでしょうしょ例えば、防衛費増ってものがロシアによるウクライナ侵攻を受けて必要なのかっていうあたりは議論してもいいんだけれどもでも今、例えばその中央政界にいるこ議員の構成がもっと女性が多ければ防衛費は必要かもしれないけれどやっぱり子育てとかあるいはそのその貧困層への支援だったりとかが必要じゃないのかっていうような議論がもう少し出てくるのかなっていうふうふには思ったりもするし。 例えば少子化に歯止めがかかったとしても人手不足っていうのがこれから深刻化してくるわけだからもっとこう外国の人たちが働きやすいような社会を作っていくっていうようなことも考えなくちゃいけないんじゃないかとかもう少しこう多様性だけじゃなくてお金のまさに使い方であったりとかこの国のありようみたいなものをねこう変えていこうっていうようなこう政治にしていかなくちゃいけない。でね、もうう個だけ言うと 安倍さんにしても、ね、これはそのこう岸田さんにしてもね僕は世襲が全部ダメと思わないけれども親から地盤看板カバンを引き継いだ人たちが次の岸田さんに至ったら次にも息子に引き継ごうとしてるわけじゃないですかあの人に。<laughs> でもそういう,そのこうあのその究極のある種の既得権益者である為政者の人たちがやっぱり自分の足元を掘り崩すような例えばおっさん政治が亡くなったら。 困るわけですよあの人たちはだからそういう人たちが本当にその政治を変えられるんだろうかっていう疑問もあるわけですよねだからこう今の状況を見ていくと与党もあんまりさっき言った僕が言った通り、まり、あ、変わり映えしな、ね、い誰になってもあんまり変わんないよねで情けないことに野党もなんかあんまり頼れないよねで結果として投票率がどん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 下がっていってこのシュリンクの状況がどん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 放置されていってしまうっていう。 こう今のこう日本の政治状況ってひょっとすれば僕らとか僕らより上の人たちはいいかもしれないけど下の人たちは本当に深刻だと思うのでまあ僕らももちろんだけどもっと若い人たちも声を上げて政治を変えていくっていうようなことをやらないとどうなんだろうね。なんんかあんまりこう明るい展望が僕は 見えてこないので造成メガネって言われたから減税しますとか <laughs> ジェンダーギャップって言われたからこう割合考えますっていうのところじゃなくて <laughs>、うん、長期的な目線でいろいろ変えていかなきゃいけない部分とかあの構造自体をね見直していかなきゃいけないじ。 ななのかもしれないですねなんかこの国をどうしていこうかみたいなことってあの敗戦後の日本の政治家はものすごい考えたじゃないですかそれと同じようなことを今また考えなきゃいけない局面に来ているんだなっていうことはすごく思います、はい、引き続きリスナーのあなたからも今の岸田内閣に思うこと岸田内閣が今やるべきだと思うことなどのメッセージお待ちしていますメールアドレスおいでよ。Net です